エル・マクファーソンは、オーストラリア・シドニー出身のファッションモデルである。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州キラーラで生まれた。父親は、音楽エンジニアで、アントレプレナーのピーター・号母親は看護師のフランセス・号である。マクファーソンが10歳の時に両親が離婚したため、母親、兄弟と移住した。新しい学校での事務ミスにより、号からマクファーソンに性が変わった。 シドニー大学で1年間法律を学んだ。18歳の時にスカウトされてモデルの道に入った。その完璧なプロモーションからザ・ボディというニックネームを持っている。また、下着ブランドエル・マクファーソン・インティメートを起こしている。女優として、泉のセイレーン、マンハッタン・ラプソディ、ザ・ワイルド、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲、ゼインエアなどに出演している。 また、シュットコム、フレンズにも上位のルームメイト役でゲスト出演した。二度のコイン歴がある。最初の結婚は1986年から1989年まで写真家のジルベン・シモントで、ベン・シモントのコンビは一世を風靡した。二度目の結婚相手は、ホテル業者のジェフリー・ソファーである。二人の子供、アーパド・フリン・ブソンとアウレリウス・サイ・アンドレ・アブソンがいる。 子供の父親は、1996年から2005年まで、パートナーであった、投資家で億万長者のアーパートブットソンである。エル・マクファーソンフェムリー、2017年2月8日、閲覧、ニューヨークファッションショー、オーサーイコール、2017年2月9日閲覧。スパーマダルエル・マクファーソン、パートナースプリット、オーサーイコールスティーブン・エム・シルバーマン・ピープル、2017年2月8日。 閲覧、ありがとうございます。